どうもこんにちは。作業療法士の荻野です。今日はですね、健康のためにウォーキングをされている方に向けてですね、歩いた後に疲れを残さないために、体を壊さないためにやっておくべき必要なケアの仕方、ストレッチの仕方というのをお伝えしたいと思います。健康のために一生懸命歩いても、歩き方によっては腰を痛めてしまったりとか、疲れが次の日に残ってどんどん体が重だるくなっちゃう、筋肉が硬くなってしまうという、そういった弊害もありますので、そうならないためのケアの仕方というのを今日はお伝えしたいと思います。今日お伝えするストレッチは3つです。主にですね、歩いている時に重たい上半身を支えてくれているのってお尻なんですね。なのでお尻のストレッチをお伝えします。そして、推進力を生むために蹴る力であったり、体が前に転ばないためにブレーキをかけてくれるふくらはぎ、こちらも知らぬ間に疲れていることが多いので、ふくらはぎのストレッチの仕方。そしてもう一つは、歩いている時にですね、結構下向いて歩いている方もいらっしゃるので、結構この背筋とか腰をですね、知らぬ間に疲れてしまう、痛めてしまう方もいるので、腰を伸ばす、腰を和らげるストレッチっていうのをお伝えしていきます。それではですね、歩いた後にですね、やった方がいいストレッチ、早速やってみましょう。では最初にお尻のストレッチからお伝えしていきます。まず足をこのように組んでいただきまして、そして自分の胸をですね、足に近づけるように体をかがめていきましょう。そうするとお尻の方、股関節の付け根の方が突っ張る感じが出てくると思います。なのでこの状態で20秒間キープして、筋肉を伸ばしてあげる、柔らかくしてあげましょう。でですね、もしこのポーズができない方はですね、足をこのように抱えていただいて、そしてお膝を思いっきり内側に持っていく。そうするとですね、ここのお尻の筋肉突っ張る感じがぐーっと出てきますので、こういう方法でもお尻の筋肉が伸ばされます。なので股関節がちょっと硬いとか、股関節が痛くてこういうポーズができない方は、この方法ですね、こちらもおすすめしますので、自分の状態に合わせてやってみてください。ではいきますよ、よーいスタート。はい、ではこのかがめた状態で、ちょっと突っ張るな、少し痛いなと感じるところまでかがめていってください。運動した後は筋肉が硬くなっている、そんな状態があるので、ぜひですね、筋肉をほぐしてあげる、そして次の日に疲れを残さないっていうのが大事になります。はい、戻しましょう。では今度反対ですね。ではですね、このポーズでまたぐーっと20秒間いきますよ、よーいスタート。はい、ではですね、このまま体をかがめることで、疲れて硬くなった筋肉ですね、お尻の筋肉を柔らかくしてあげましょう。そうすることで次の日に疲れを残さないとか、違う場所にですね、痛みが発生しないようにケアしていきましょう。はい、では戻しましょう。はい、では続いてふくらはぎのストレッチを行っていきます。ではふくらはぎのストレッチを行っていきましょう。ふくらはぎのストレッチ、いわゆるアキレス腱伸ばしと同じですね。このように足を引いていただいて、体を前に、そして後ろの足のかかとは床にぐーっと近づけることで、ふくらはぎが突っ張る感じですね、引っ張られる感じを出してください。この状態で20秒いきます。ではいきますよ、用意スタート。先ほど申し上げたように、こう蹴って、床を蹴って推進力を生んだりですね、体が前に倒れないように常にブレーキをかけて、速度を微調整してくれるのがふくらはぎなので、たくさんウォーキングされている方は知らぬ間にふくらはぎ疲れてますから、しっかりと歩いた後ぐーっと伸ばしてあげましょう。はい、では今度は反対いきましょう。ではいきます、よーいスタート。こちらもですね、ああ結構痛いなと感じるぐらいまで、しっかりぐーっと筋肉を柔らかくね、伸ばしてあげましょう。さあこちらもですね、ぐーっとじわり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 伸ばしてあげてください。こういうふうに勢いはつけちゃいけません。急激に筋肉がぐんぐんと引き伸ばされて怪我してしまいますから。はい、では戻しましょう。はい、ではですね、最後は腰ですね。なんかこう腰が疲れやすい方とか、姿勢が崩れている方はですね、こういう腰のケアっていうのも大事になります。まず椅子に座っていただきまして、そして
浅くね、浅く座ってください。そしたら、足をぐっと大きく開いていただいて、体をこのようにですね、前かがみにしてください。膝に手を当てて、肘を伸ばしながら前かがみですね。こういうポーズをまず取っていただきます。では、このポーズを取っていただいたら、肩ですね、肩をぐーっと正面に持ってくる。そして、交互にですね、正面に持っていくことで、どうでしょう、腰が伸ばされる感じありますかね。これでですね、腰のケアというのをしていきたいと思います。この運動に関してはですね、20秒間こう交互にぐーっとゆっくりでいいので伸ばしてあげましょう。では行きますよ。用意スタート。はい、ではぐーっと肩を交互にですね、正面に持ってくるようにかがめながら肩を正面、そうすると腰がぐーっと伸びてきます。人によっては腰がポキンとなるかもしれませんね。音が鳴るだけだったら問題ないので反復して大丈夫です。はい、 OK です。戻しましょう。はい、ありがとうございます。以上がですね、歩いた後にケアするべきストレッチになります。ちょっと今回歩いた後にとお伝えしましたけど、普段から体が硬いとかですね、なんとなくこう体が疲れている方は、ウォーキングする前にやっても全然 OK です。むしろ準備体操みたいになって歩きやすくなりますから、ぜひですね、余裕があれば歩く前、そして歩いた後にやっていただくというのがとっても大事になります。そしてストレッチに関しては、20秒間はやっていただきます。そうじゃないと筋肉がちゃんと伸びる前に終わってしまいますので、できたら20秒。余裕があれば30秒ですね、ストレッチをするといいとされております。そして途中で申し上げたように、勢いをつけてはいけません。このように、ぐいぐいと、勢いをつけてストレッチしちゃうと、筋肉がぐっと引っ張られて、そして筋繊維が傷んでしまって、痛くなってしまいますので、ぜひですね、ストレッチをやるときは、じわじわーと、じわーっとゆっくりやっていただきたいと思います。そこにね、注意していただいて、ぜひやってみてください。ではですね、今日は終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。